チェック項目ラストです。変なことしたらもうこれでこなすだけだと思います。入ってからすぐに来てくれた。そこを自分のスタイルに落とし込むっていう、バリカン当たり通りできない時ですかね。言ったらファッションだから髪型も。お疲れ様です。お疲れです。今日はチェック項目ラストです。あれからスタイリストチェックですね。はい、スタイリストチェックラストです。いやー寝れなかったっすね、昨日。この間7個目をクリアして、はい、もう2個終わってその後に10個目です。なんか感慨深い。今日の気合というか意気込みのほどは、いやもう自信はもう終わりなんで、あとやるだけです。あとまあそうですね、レズムで、え？リズム、あ、リズムで不安なとことかはもうないですか？まあそうですね、普段まあ一応指名のお客様を切らせていただいてて、普段やってるように、うん、やれれば、普段提供してるものを提供できればって感じなんで、こなすだけだと思ってます。こなすだけ。こなすだけです。頑張ります。話終わってるかな。じゃあいきますか。いきますか。お願いします。緊張のほどは。いやまあなんか始めちゃえば。始めちゃえば、ね。いけるかな。今ちょっとまだしてます正直。お願いします。ラストです。あれからもう2つクリアしてたんですね。今日はもう厳しめにいきます。これもう変なことしたらもうこれでその場で終わりじゃないですか。始めます。お願いします。お願いします。課題とかの部分はどうですか？うん、どうでしょう。今言ったらね、課題、まあ、だいぶね、今回はまあ一旦立てようって、だんだんよくはなってる。うん、なんかバリカンのこう当たりとか、うん、まあ見てる感じもそんなに痛い感じじゃなさそうだなみたいな。見てわかるか。俺がやる。はい。意識しますよ。バリカンになってるもん。はい。大丈夫ですか？バリカン大丈夫ですか？バリカン当たりどうですか？大丈夫ですか？はい、よかったです。よかったら言っちゃくださいね。顔がでかいこれでもちょっとキュッとさせたつもりではいたんですけど、はいはい、これでもすごいなーって思ったの。顔でかいの。顔でかいからや。顔でかい。顔でかいから、部屋狭く見えてる。まあ、集中します、集中。あ、マイクか。これピンマイク？今日のスタイルはどんなんなんですか？あ、まだ、あ、なんかトランクスみたいな。はい。ドラゴンボールのトランクスみたいな、まあ。ツーブロックの、サイドパート。うん、まあ横は刈り上がってて、後ろはつながってるんだけど、上の長さがちょっとあって、
下ろし、あのラフな時はまあなんかそうパートで分けて自然な感じにもできるし、カチッとしたい時とかは後ろにこう刈り上げで収まるようなスタイルを作ります。普通のサイドパートと違うのは分け目があって、まあ、全部取っちゃうんだよね、サイドパートっていうのを取ってこうもう強制的に分け目を作ってこっちが短くてこっちが長い、うん、ここでね、ここで分ける、うん、ここ今のスタイルは横が2ブロックになって、横が2ブロックになってるから上の髪の毛が長くて、うん、それを自分のその時の気分次第でセンターで分けてもいいしサイドで分けてもいいし、割と万人受けが狙えるというか、まあ、そこのフェードの高さだったりトップのバランスによってはまた変わってくるけど、見え方は、まあ、基本的に何でもそうなんだけどね。お客さんの骨格と髪質とに合ったヘアスタイルを提供するっていうのが、まあ、大事なところなんだな、まあ、似合ってるっていうのは全然大事だよね、やっぱもちろん、うん、やっぱその似合ってるっていうのはやっぱこうファッション的な、まあ結局言ったらファッションだから髪型もって思ってるから俺は。なんで初めてゴリに切ってもらったの？僕ですか、うん、ちょうど金曜日に草野球で高田の馬場周辺でやってるんで、あ、行ってみようと思ってもう行き始めたら、今もずっとね、はい、切ってもらってます。最初から行かせてもらって大きめんだよ、ゴリ。そうですね、こいつ、だから僕が入ってからすぐ来てくれてずっと来てくれてます。ゴリのインスタが流れてきて、そしたらファットチョップって書いてたから、え、斉藤さんのお店だと思ってで、やっぱずっと興味あったんで、うん、斉藤さんの会社お店、おー、嬉しい、はい、それで来させてもらったんですね。いや、いつもお父さんになってます。こちらです。鬼のこれは直してほしいなみたいなとこね。ここは直してほしいですか？まあ、正直にあるんだったら言ってほしいです。あ、まあ、絶対なんかちょっと面白いこと言おうと思って、はい、結構頭の中一瞬で考えまくった。いや、なんか全然失礼な感じでもいいですよ。意外ないかもしれない。一緒に働いてる側の人から見えてくる世界とかあると思う。一番おもろいことは言ってあげましょうか。お願いします。顔でかいっすね。サッカー、俺サッカーだったっすね。視野狭かったんで、監督にあれサイドバックにさせられました。キーパーではなく、あ、その一番あの見えやすいからサイドバックって全体見えるじゃないですか。揃えないっていうのを太ったことは今なんかね、俺意識はしてますよ。あんまり飯食いすぎないようにするとか。間に合っちゃうよ。賢者のおじいちゃんにもらった。やば。よっしゃ。お疲れ様でした。
終わった後に豪華発表しましょうか。お願いします。お願いします。そっといや、来たんじゃないかなとはいや、まあ自信持たないとそりゃって思ってます。なんか結構自信ありげでしたよ。どうですか。どうでしょう。よくはね、なってる。確実に掃除してる時以外基本的に俺のパッド見てるから。マジで見てる。見ることが大事だよ。私は全部真似からって言う。何でもそうだと思う。まずは真似してね、それをこう自分のスタイルに落とし込むっていう今の段階だと思うし。ハマってますね。ハマってますね。ババの罠。ルーパーだね。ルーパーが。ババの罠にハマってる。最後になるかもしれない。ドキドキの一瞬です。瞬間ですね。次は何パー？100%です。おお。このセット次第。セットもそうですよね。はい。セニングの使い方がちょっと甘いところがあります。はい。セニングの表裏がちょっと、そっち違うなと。こう入れるときとかは、ボーバーを下にした方が多分っていうか、下に、ボーバーが切れるからさ。はい。この毛をピタッと収めたいなら、はい、ボーバーを下にしてセニング入れた方がいいとか、透き加減も絶妙にちょっとまだちょっと甘いところは。動きがちょっとダサいちゃう。はい。よくはなってる。はい。まだだいぶ良くなった。よくはなってる。この分け目のこの感じとか、昔めちゃダサかった。はい。この方がよくなってる。はい。まあ、おめでとう。ありがとうございます。よっしゃー、頑張ります。いや、みんな聞いてきてください。お願いします。ゴリで、ゴリで、はい、待ってます。よろしくお願いします。よっしゃー、いや、気持ちいい。気持ちいいです。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。改めて、いやー、パッドチョップに入って4月からなんで、そうっすね、半年でも、半年ですね。いやー、半年で入りきてもらったということで、どうですか、心境は。気持ちいい。気持ちいいよ。あいや、まあ本当感慨深いですね。じゃあ、なんか今までやってきた成果、まあでもまだまだね、まだ言われてしまったところもあるので、改善してより多くのお客さんを切れるように、いいバーバーになれるように、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。今までで一番何が大変だったんですか。できないときですかね。できないとき、腱鞘炎になるみたいな手の動きすらも、なんかもう
コーム持ち替えて引き、コーム使って引き出して持ち替えてハサミで切るっていう動作も全く最初全然できなくて、まあ乗り越えて、乗り越えてスタイリストに、そうですね、まあやってればやっぱり必ず自分に返ってくると思うんで、やればやる分だけ自分のレベルアップにつながるんじゃないかなと思うんで、まあ僕もですけど、日々が大事だと思います。一つ一つクリアできていければ。すごい、ちょっと待って、遠くなってんな、遠のいちゃってんな。まあ、なんていうんですか、こんな僕ですが、一人前のスタイリストにならせていただいてたってことで、ならせていただいたってことで、まだまだ新米ではございますが、今後ともファットチョップゴリをよろしくお願いします。ありがとうございました。以上です。お疲れ様です。お疲れ様です。入場行ってきます。あーす。